いいですか。えっとですね、やっぱちょっと濃いかな、これが。濃いかもしれない。あのね、ここに置いてたらね、すげえ並んでなっとる。こんな感じ、こんな感じがなっとる。やっぱり、やっぱり、すみません。あ、これずっとね。これで見ますね。YouTube レビュー。YouTube レビュー。後頭部 YouTube レビュー。後頭部、中学生の話じゃん。中学生ならもう後頭部の話じゃん。はい。じゃあ、皆さん、質問があったら、ビシバシしてください。何番目いいですか？あ、はい。あ、はい、ありがとうございます。柿の花は、その特徴から油が巻くのが、普通の植物の花と同じというふうに考えられるか。で、結局ですね、柿なんですけれど、排出があるかどうかなんですね。で、柿は当然、果実ができますよね。果実ができるということは、何があるということですか？排出がある。あ、排出。もあるけど、そうよね。脂肪は何になると？果実。果実よね。で、これ柿って当然果物の実がありますね、その食べると。ね。だからこれは皮脂植物になります。ということは油と同じ仲間ですよね。そこで判断する、ね。果実と種子ね、種があるということですね。はい、まあ、松はですね、とにかく非常によく出るので、松はとにかく押さえてほしいと思うんで、大きい3番をちょっと見てください、大きい3番。上が何花ですか？上にあるのは？はい、上の方、図に打ってください。上にある方が何花どっち？花って2つしかないですね。はい、いいですね、根花ですね。はい、根花についちゃうのは何ですか？アルプスの少女。はい。よし。はい。ですね。はい。だから、この、クッパみたいな、お菓子のクッパみたいな、魚みたいなやつが、ハイシュ。ね。ハイシュ。そして、コーヒー豆が、花粉の、そう、そういうことです。ここの人は絶対押さえてくるからね。で、とにかく女の人を上に持って行って男が下に支えてるっていうのが自然の姿ですから。そうですね。これが家庭内でもそうで、真ん中にちゃんとめしべがありまして、その周りをおしべを守っとるわけでございますからね。ですね。はい、一人一人いっぱいあるんですけど、はい、それでした。はい、ところで、このタンポポのこの図もよく出るんです、皆さん。タンポポちょっと見てください。2番の図1です。2番の図1。はい、2番の図1。A は何というでしょうか？チ。虫の先っぽ。中東、ありがとうございます。A が中東。ね。OK ですか？はい。D が何ですか？一番下のこの D。こいつは、さし、し。しで始まる。しぼうず。そういうやつを聞いてまた。しぼう。ね。しぼう。さし、し。気をつけるよ。しぼう。はい。ね。だから、し。あ、聞きました。あ、C は何でしょう？ C は花びらが落ちたら落ち込みますよね。ね、はい、C は額です。いいですか？はい、B は何でしょう？ B はここおしべで出てましたかね。役かおしべで出てましたね。はい、どっちかです。で、E は何ですか？ E。仮面。そう、仮面、花びらなんです。で、この先端の配置でしょ？それ一枚一枚、細い花びらがくっついてるので、ここが何かですか？ベコメなんです。ベコメなんて？あ、これ、あの、葉っぱじゃないので、これ花びらなんですよ。そう。ね。花びらなんで、くっついてるんで、合弁とか。ここで合弁とかになるんです。ね。
なんか、タンポポの花火だって一枚一枚外れそうだと思っちゃうかもしれないけど、これが一つの花なんで、まあ、ですから、防寒類に入ってますよということでした。さあ、他は質問ないですか？大丈夫？で忘れなかったらもう天才で、ね、忘れなきゃ人間は普通の人になるんですけど、知れなかったら天才で証明しようで場所だ。違うでしょ。はい、1番の1、皆さん質問いただきました。はい、いきますよ。はい、はい、いきますよ。1から4の部分の名称を答えなさい。さあ皆さん、これは何ですか？油なの？花の断面とか言ってる。花びらを切ったんですね。残酷。あ、まあ、に近いけど、切った切り口を上から切ったと思うんですよね。そんな、だって見えにくい人、花びらにどれだけ置いていたよ。そう。そう、残酷だもんね。茎を切って上から切ったとかね。花に生まれてよかったわ。ね、ということで、そうなると分かるでしょ。真ん中にあるのが何ですか？何べ？メシですね。でつまりこのメシの中にある丸っこいのは何ですか？キュート。メシが先や。切ったり切ったり。最初最初。そしてこの丸っこいなんかこんな形をしてるやつが何棒ですか？この形です。こいつ。こいつです。こいつです。脂肪ね。脂肪の中に回収がありますって感じですね。そしてこれを守ってるやつがいるじゃないですか。こういう。こいつが何ですか。回収かな。メシベの周りに落ちるものだと思うね。太陽丸と太陽丸。太陽丸。太陽丸。そこに行くよ。さすがゲームです。そして周りにこういったやつが何ですか？これは壁ですね。フラワー、ね、はい、ですか？じゃあ質問ないですか？まあ、そういうふうにしてちょっと頭を使うのはしゃあないですね。花びらの花びらの断面使う。花の断面ちょっと初めて見ましたね。まあ、経験ですね、これですね。じゃあ、次のページ行きたいと思います。質問のところシリーズ。もう数学に移りたいと思いますから、してないところは宿題に思い出したいと思いますが、まだ夏の生活もらってません？早くもらいたいですか？もらって1日で終わりそうです。何なんですか？すごいだよ。で一応、多分ですね、学校の他の宿題が来る人もあります。だから、思い休み前までにとにかく塾的にも宿題を終わらせて説明もしっかりします。なしかって言ったら、そこからテストが出るんです。8月になったら終わりそうです。夏の生活っていうのがあって、で、これ、どこが作ってると思いますか？この夏の生活を作ってる会社は北斗。あ、もうマジ、いいな、いいな、いいな、プリーズ、プリーズ。早いなぁ。爪上げください。ああ、あれが書いた中夏の生活、足の爪で爪ってか一中の歌がね、ああ、あれ一中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 の書いた中マジ、マジ。そう、もう一中、どんだけ一中ってか分かりません。あれが一中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 マジ金子に出せよ。一中のはあるわ。マジで、みんなにバック作るのみたいな。マジ、はい、いいな。もう、もう知らない。いいな。素晴らしい。暑いやつ、すごい。おお、一日一ページずつね。わあ、一日一ページ終わりますか？ちゃんとしてもらっちゃうよ。ちゃんとしてもらっちゃう。うわ、絶対そんな線は。現実に関わる。プリンス夏の生活。やりたいときにやる。プリンス夏の生活。確かに今日、はいはい、ちょっと。
見ますか。俺計画家ですけど続かんもん。マジ結構女の子はね、真面目ちゃんとしてる。これ19番とか僕17番ですよ。これ最後からいいですか。これ薄くない。みんな1年生の薄くさ。マジ多い。マジか多い。めっちゃ地味です。そうそう、めっちゃ綺麗ですか。でもまだ水学室と戻ってないです。ただね、昨日薄い状態来た。3年生で薄い状態。飲めちょう。水中で水が変わってる。いや、俺水中いいなと思ったらね、最悪終わってね。昆虫絶対おせ。学校によって全然違うんで。で、これですね、普通はですね、27日ぐらいに出航日があるんですね。8月の。あれ、多分、出航日が、そういう迷惑をとまた別に、学校の先生の、ね、27とか6ですよね。から始まります、最近。おかしいですよね、理不尽。予想日が終わってね、授業時間が足りなくなっちゃった。はっ、僕には飲めちゃった。足りなくなった。怒るな。そんな怒るな。怒るじゃん。どんどんなら僕が変わった感じになるしかない。俺、文部科学大臣になって、すごいもう大変です。はい、というわけで、これ、皆さん、これの、ここに、ふとって書いてあるじゃん。ちょっと規模が全然違う。何十億も売り上げてる会社、うちだと思う。でもね、実はね、ちょっとだけ狙ったんですよ。あの、本当はね、この話していいかな。本当はね、なんで本当っていう名前か、ちょっとさ、初めだけちょっと言いますか。いや、違う、すでにもうお前は死んでいるじゃないですか。すでに言いますよ、ね、もうお前は死んでいるじゃないですよ。なぜですね、たくさんある星の中で一つずつ動かない星があります。それは何でしょう。北極星。北極星なんですよ。はい、それだけね、たくさんの何万兆の星の中で唯一動かない。理由はね、地軸の延長線上にあって、要するに、あの、地球が回れるでしょ。星は回ってないでしょ、もともと。星はじっとしてるけど、地球が回り大きい、回って見えるんやけど、ちょうど地軸の端数を伸ばすところにポイントがあるので、だからこれ回転しないです。で、そういうふうにね、物事に動じないっていうか、何があってもどんとした人に育ってほしいっていうので、北極星にしたかったけど、肉の名前として、ちょっとなんかね、俺、北極星の言っちゃう。じゃあ、北斗は北極星。そう、北斗は北斗してる。じゃあ、この北極星を探すやつでも、飛脚の形がいいんです。なるほど、北斗して。なるほど、まあまあまあ、そうか、飛脚の形と言える。7つ星があるわけ。ね。で、これを7倍したところに、こいつがあるみたいな感じで、北極星を探すための7つの星が北斗してる。ね、でそれから北斗を取ったわけ。結局本当に動かない星のイメージで取ったわけです。北斗はそのイメージが見えないんですか。これもちょっとね、いろいろ言いますけど、あの、もう一回言いますね。で、これ、うちの姉妹校が庄内県ですね。で、あの、一緒に仕事をしてた人が、独立するときに、あの、このままやったんです。なぜかつですね、今みんなで言ってる、これとこれを勘違いしてほしかった。めっちゃでかい会社が強いですから。いいですか。取られてるっていいですか。あんまり見えるそれ。あ、現時期は、現時期は。まあ、そうです。それ日曜日ね。はい。聞いたことある。ふと聞いたことある。あ、この塾やないみたいな感じで。はい。全員勘違いしてくれるということです。じゃあ、特進の説明しよう。実はですね、特進がブームになった時代があるんです。例えば、今まで特進がなかったわけです。近畿とかは、別に特進とか昔なかったんです。でそれが特進、さらにスーパー特進の時代があったんですけど、特進がね、大堀とか筑紫学院とかいろんなところに特進ができたわけですよ。で、その時にあやかってうちも特進をつけた。あなたはちょっとみんなが特進に憧れるんだろうと思ってですね。
特別に進学しましょうみたいな感じで付けたんですね。はい。ということで、時代に合わせて成長してきた牛の塾です。はい。ということですね。終わったらですね、とにかく10時まではちゃんと勉強させてほしいんで、はい、早く出したりしたらちょっといろいろ弊害があるんで、なんか実習とか宿題とかさせてください。で、何の話とか。特進終わりもそういうことで、高校にいっぱい特進ができたときに塾も特進つけようというふうにしました。夏の生活はですね、全部言う。あ、そうそう。20何日間にですね、多分提出なんです。はい。お、そう。お、いやに。始まる時じゃなくて、夏休みの出向日の時に提出になりますので、まだ、どっちもちですね。どっちもち、授業でもちゃんと説明して、これ、ただやれば一問ではない。やっと話に戻ってくる。副途中会社がしてて、夏の課題テスト、書いてすぐテストだったでしょ。あれのちょっとでかいやつが、今度は、9月の3日、2日か3日にあるんですね。で、それをこの会社が作るんですよ。難しそう。副途が作るんですよ。で、やっぱりこの夏から出そうとしますから、ある程度。だけど、ただ形だけ終わって、一番まずいのがさ、終わらせるのは素晴らしいよね。ね、そんなんは何もしないと忘れしないですか。で、それをこれを何回も繰り返して、その間違えるところを練習したりすると、このテストが取れる。これ延長する。補強化ですよね。うん、補強、このから補強化。あ、この前まで英語はなかったですよね。このから英語があるんです。英語、大好きなの。はい、ということで、もうこれで素晴らしいね。今日は、はいはい、織姫さんと飛行さんもね。あれこれ自然ですよ。あれ今年ありますか。いや、もう雲の上でやってるんですよ。ただ俺たちが見えてないだけ。はい。今日はゲームでいないことって言ってたけど。ということで、ありがとうございます。答え方もらってないでしょ。おじさんのお誕生日おめでとうございます。あ、今日七夕キャンペーンゲームなんかのバイオみたいな。もう一つ絶対もう一つ絶対ね。どうしようもいいけど。じゃあ、お待たせた。あさっても持ってきてくださった。去年のやつと比べたい。去年のやつと全く同じだった場合。あ、答えが役に立つ。ヤンキーまで消そうとした。俺はね、こういうふうに早くして、人が丸付けして、早く復習した方が、1ヶ月も経ってからもらってるの忘れちゃうでしょ、これでこういうふうに。ね、それで、なぜ答えをご覧になったら、そういう人がいますからね、そういう人に合わせてるわけよ。じゃなくて、勉強しよう人に合わせてるわけじゃん。移す人ってさ、友達を移したらするわけよ。そんなやつも点数すごい早いっていいんですよ。だからその人に合わせて、もう早めにどんどん一緒に困って、で、間違いなく何回も練習してね、つったらやる気がするわけでしょ。そしたら学力もどんどん上がるわけでしょ。後に、いや、移す人が多いし、なんで下に合わせるんですか。上に合わせるんですか。ね、移すとかいいんじゃない。根本的に間違えてます。はい。間違えてます。ね、これに合わせれば。選手とは選手結構飛んでますね。つぶやき。じゃあ、理科は他してないところは、ここですね。80に83してませんね。多分。なぁ。ですね。理科いいや。で、これはですね、皆さん。宿題です。次、数学ですか。はい、数学です。よっしゃ、さっさと動画撮りたいんで。そうですね。数学、クソ簡単。今、彫刻の気持ち。クソの気持ち。クソの気持ち。何ですか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 。何で Yeah, we can't.
俺ロケたつもりで、ロケたつもりだったり、ツッコミつけるつもりだったり、ん？頭ぶん殴ってやろうね。ここ3回で夏のせいで、ここ何ですか？何ですか？今使ってたよね、今。広がっちゃったのね。今、先輩にお願いしましたからね。夏の生活も有名なものだから。で、それで、高くなってきて、同じだろうか。ほとんど同じ。数学今、超簡単。マジで面白い。分かりすぎて目がつらむ。いや、すごい。なんか、文字しか抜けなんだ。よしよしよし。文字ってくそ。こういう余裕こい余裕こいちゅうやつで始末走るかな。かっこない。そうそうそう。そうそうだよね。はい、じゃあ、ですね、今のとこの辺行ってますか、皆さん。ありません。そう、ちょっと開けてもらっていい？例えばね、54ページ、55ページを開けてください。54ページ。あ、もうこれ解けるわ。あれ、式の値とか終わりました？大変するやつ。式の方法、ポックの昔の話。はいはいはい。やるね、やる。ですね。今、あれっす。ああ。なるほどね。どっちの方がいいかな。けどこれ、いくつかないから。16個ずつマイナスでした。マイナス2で。で、4。マイナス2。はい、じゃあですね、大きい5番を見てください。54の大きい5です。54ページの大きい5です。はい、これね、めっちゃくちゃ簡単です。はい、びっくりするよ、簡単。これ、縦に並べてくれちゃった方がありがたい。ですか、仮に誰も教えなくても、ですね、この力、イマジネーションっていうんですけど、この力と人間が一個上に、この力とこの力を使っていくんです。誰も教えてなくても、これ、はい、おもちゃ通り答えてください。何だと思います？5x6 これでいいんじゃない？いいんじゃないの？で、いいわけ。ね、だからいつまでも教えてもらうまで待たないで、ちょっと自分でやってみる。これが素晴らしい、素晴らしい。ですね。はい、じゃあ、もう次行きまーす。じゃあ、引き算ってどうするのって話なんですけど、引き算いきますよ。1x+1。はい、引き算でちょっと説明聞いてください。引き算は勘違いがしやすいので、教える方としてはこういうふうに教えましょうというふうになっています。ここを足し算に直す代わりに、ね、この一列の符を全部反対にする。この一列を。ですか？引き算より足し算の方がやりやすいですね。だから、足し算に直す代わりに一列の符を全部反対にする。はい、もうここまで来たら答えは簡単ですよ。はい、何ですか？うん。大きくいっちゃうね。参照ないでしょ。じゃあ、はい、残りの問題を解いてみてください。足し算と引き算。はい、どうぞ。うん、そうやね。一列の符号を反対にするんですよ。一列の符号を反対。あ、これあれですね。結合じゃね。なんかこう作るときにやりましたよ。あ、そうそうそう。同類項ですね。
プラス1、向こうが反対になってるね。ここだけ気をつけてくださいね。筆算は Y にしなきゃいけないんです。 Y 筆算イコールで、うん、これ書きなくちゃダメですか。あ、もしこれを普通のこの横の式にしたいってこと。いや、プラス、いや、違うんです。で、うん、で、あの 4X プラス1下に書くじゃないですか。あ、はいはい。これにその筆算の横棒を書いちゃうところにあ の下にイコール書いて 7X プラスで、あのここにそこにイコール書いて、はい、あのプラスで、あの下の部分、はい、横棒を書いたやつを書いちゃダメです。横棒を書いたやつを書いちゃダメです。だってなんかいきなりやるとなんか分かりにくいし、途中式が、この縦のやつは途中式いらない、いらないです。そこを見じゃなくて、うん、符号変えるじゃないですか。符号変えるね、うん、その部分は書かなくていいんですか。ちょっとあイコールして書かなくていいんですか。符号変えるやつですか、はい、もうこの形はね、これだけでいいです。もう本当に答えだけでいいんで大丈夫。途中式はこれいらないことになっちゃうんで大丈夫。はい、あと丸付けしてみてください。どうぞ、ありましたところ。丸付けしてみてください。そうなんです。そう、1変えたらね、気になるんでね。計算の途中は1を考えていかんけど、答えに変えたらいかんね。いいですかね。はい、そしたら、ですね、この前ちょっと小学生の復習したよね。そう。それで、図形のところということで、この2つはしたんですね。あと、もう本当これしか、一生に最後ですけど、一生で最後、小学校の復習テストが出るのは。それで、それでちょっと許してほしいんですけど、ちょっと9ページを開けてください。どうです？
捨てないところってありますか？この前、この職員を使っているところは、どうしてね。その前のページは、前のページ。比例と反比例の話をちょっとしますね。ね、大体やってますね。そうですね。あの、夏の生活の中に、小学校の少し入ってたし、前も言いましたように40点ぐらい小学校の通習が出るんですけど、だんだん減ってきてまして、あ、昔は50点、50点、40点ぐらいだって、今30点ぐらいの下がってきてるのはありまして、それでも出ますから、ちゃんと取れるようにしましょう。そしたらですね、特別数学に関してはまだ大丈夫かな、そこはしましたかね。政府の数のまとめしてますね。してないところ、あの、飛びは飛び飛びなんですけど、してないところはそんなに大事ではないと思います、ね。数学に関しては分かってしまったね。じゃあ、多分学校の試験は、この副都の試験は、文字の試験はそんなにね、たくさんは毎日出ません。今、視聴のところ、慣れしか出ないと思いますので、大丈夫じゃないかなと思いますが、ちょっと試験対策で、この9番のね、関係を出す式のところが、過去のをちょっと見てみて、もう一回確認します。はい。じゃあ、今日は一応ここで終わりましょう。英語をね、皆さん持ってないけど、英語をプリント印刷して練習しますので、はい、英語は学校のワークに合わせてるので、あさっては、ちょっと塾の方のプリントをコピーして、皆さんの練習をします。今ちょっとどこをコピーするか、場所を探してますかね。ですね。はい、じゃあ、終わります。コピーだけ終わってるんで、どうしようか。これ、トイレットハンドとかね。時間宿題出したっけ？はい。大丈夫かな？あの、時間宿題ちょっと消したけど、ちゃんとしてちょっとくださいよ。ですね。はい、じゃあ、あさっては英語をやりますので、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。では、終わります。